20歳という人生の節目に仲間や友人と集えたことを喜ぶとともに、改めてみんなで雲南市のことを考える機会にしたいと思います。毎年お盆の時期に行われる雲南市の20歳の集い、今年度20歳を迎えるおよそ250人の若者が出席しました。雲南市をちょっと出てみて、なんか本当に人が温かい街だなっていうのは思いました。航空系の会社で整備士になります。一度まあここ離れるんですけど、また地元に戻ってきて、何かしらの形で地元に貢献できたらいいなと考えています。中には小学生時代のタイムカプセルを開けているグループも。小学校3、4年生、5年生くらいの時だと思います。あんまり自分に自信がなかった時だったんで、自分に自信がついたよって言ってあげたいですね。はい。建築士になるという作文を書いていた男性は、小学校の時に放送室の奥に置いてた、ちょっと前にその夢を諦めたって感じで、大学で精神保健福祉士っていう資格を取るために勉強してて、暮らしやすい街を作っていきたいなと考えてます。なお明日は島根県5つの町と村で、鳥取県3つの町で20歳を祝う式典が開かれるということです。